おばんざーい。本日のゲストはですね、木村太陽さんです。よろしくお願いします。お願いします。なんとですね、太陽くん今インスタのフォロワーどれぐらいいるんでしたっけ？56万人です。56万人ですよ、これ。え、それで他には TikTok？ TikTok が90万人ですね。90万人です。これはもうおばんざいやは今まだあの3万2000ぐらいなんで、もうどれぐらいですか？もう30倍ぐらいですよ、これ皆さん。なんでこう対談するっていう風になったんでしたっけ？は、自分がバンドさんフォローさせていただいて、うん、そうや。でそしたら嬉しいことに帰ってきて、うん、いやそりゃそうやでめちゃくちゃテンション上がって、うん、家族とかにも、うん、帰ってきたって言ったら、うんうん、みんなやっぱ知ってるんだよ、うんうんうん、でそれで、うん、ちょっとこれは勇気出して DM 送るしかないと思って。あ、そういうことでしたか。はい、憧れの人だった。テレビの中の世界の人だったんで、うんうん、フォローしましたみたいな感じでね、なんか出るわけやん。はい、出ます。ほんで、あ、なんかこうちょっとなんか違う感じというかさ、かっこいい感じのプロフィールのやつやったから、はい、お、こんな人がフォローしてくれたんで、パッて見たら、え、50何万人いるのみたいなこれはね、びっくりしたわけですよ、僕からすると。これ見てください、今この切られてますよね。これは何なんですか？これは自分がずっと小中高通ってた津営源金沢のユニフォームですね。津営源金沢のアカデミーってことですね。アカデミーです、はい。アカデミーを通っていて、はい、ずっと。で、プロにはなれなくて、うん、TikTok を始めたっていう。はー。じゃあ、出身はもう金沢っていうことですか？出身は金沢です。小学校の時からもう。そうですね、津営源のスクールに通って、うん、中学校にやっとジュニアユースに入って、うん、そこからユースも上がって、うん、でもそこでなれなくて、うん、大学サッカー一回経由したんですよ。あ、そうなんですね。はい、ポジションはどこなんですか？ポジションはトップ下とかフォワード。津営源ってそのアカデミーからトップに上がった人って、はい、今いる？自分たちの代で一人いて、うん、太陽くんの代で一人が一番最初。初めてですね。あ、はい、それは名前は何て言うんですか？谷口亮也選手って。谷口亮也、はい、へえ。今シンガポールかどこかで、あ、そのまま津営源に上がったけど、はい、試合に出れず、出れずシンガポール、アルビーシンガポール、あー、アルビー X ね、に行って結果残して、その後にシンガポールでまた新しい、うん、あ、はい、そういうこと、はい。まあ、そういうちょっと今最近ね、なんかもう結構サッカー選手もアジアとかいろいろ出たりもするから、アカデミーからトップ上がるだけじゃない道も結構いろいろある中で、太陽君は上がれずに、それはもう上がれないって言われたってこと？そうですね。やっぱもうそのなりたかった、そのもうずっとなりたくて、小学校からずっとやっぱ津営源だったんで、うん、僕が小学校の時に JFL で、うん、なんで本当に会場とかもめちゃくちゃサッカー専用とかじゃないんで、うん、あのスタジアムね。いや俺もやったことあるよ、あのスタジアム。で、うん、距離もやっぱ近いんですよ、 JFL の選手と距離も近くて、練習場とかも入れ替わりとかだったりするんで、すごいやっぱり憧れがあって、うん、へー。でそこで上がれずに、それはアカデミーの人に言われるわけ？そうですね。どういう感じで言われるの？それ自分はずっとプロになりたいですって言ってて、うんうんうん、いやでも、いや、あげることできないんで、うん、大学一緒に探そうって感じです。あー、はい、なるほどね。大学はどこにいたの？北陸大学です。北陸大学、はいはい、その時とかはその SNS とかそういうのは全くしてないです。あ、そこはまだなんやね。はい。え、その、まあ、TikTok とか、まあ、その、まあ、いろいろやるみたいなのは、はい、大学1年生の時にドイツに、はい、そうですね、うん、大学1年生の春にドイツに1ヶ月間だけトライアウトをさせていただいて、うんうん、あ、もう ドイツのリーグに行きたいという感じで、はい、行きたいって感じで、うん、でその時にお世話になった人が、うん、坂井豪徳選手の代理人の人、うん、でその人の紹介で、うん、その人と坂井豪徳選手と弟と、うんうん、僕で中華料理屋さん行ったんですよ。坂井豪徳選手がハンブルガーにいた、ね、ハンブルガーにいた時に、うん、ドイツに行って、そうです、行かせてもらって、でたまたまお昼代理人も含めてご飯を食べたと、はい、うん、ご飯食べさせていただいて、うん、でその時にいつかこういう選手たちとサッカーしたいなと思って、そう、ね、うん、ドイツもどこにも声かからなくて、うん、日本に帰ってきて、うん、そしたら坂井豪徳選手移籍、うん、ヴィッセル神戸ってあって、おー、そっか、はい、来たと思って、うん、日本で見れると思って、うん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 、でそのたまたま本当にありがたいことに、うん、2人で
自主練習させていただく機会をいただいて、え、そのドイツにで一緒にお昼食べた時に連絡先交換とかはしたってこと？はしてなくて、してなかった、代理人の人が、うん、なるほど、本当に自分のことよくしてもらって、でその時に自分に酒井選手が動きたいから、うん、手伝ってくれないかっていうので呼んでくれて、練習パートナーみたいな感じだね、練習パートナーで呼んでくれて、うんうんうん、で2人でして、うん、でその時21なんですよ、うん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 、21歳からして、うん、すごく、まあそうやな、そのもうまあ言ったらね、もう元代表で、はい、まあバリバリの選手やから、はい、でやっぱり小さい時にそういうの見ると、うん、わあすげえ、うん、こうなろうって思うじゃないですか、うん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 、でも21歳の自分からしたら、うんうん、その反面、うん、うわこれが日本代表なんや、なるほどなるほどなるほど、で逆に思っちゃって、これが日本代表なら21で、うん、22で決まるじゃないですか、うん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 、これひっくり返せないなと思って、なるほど、その時に初めてサッカー以外のことも考えようと思って、うん、すごい、その時にカンパさんとかペセさんとかが同い年なんですよね、大学4年生で同い年だって、うん、その人たちが TikTok でバズってて、あ、そうなんや、同い年こんな手で有名になっとるんかって思って、うんうん、そこではじゃあ自分も TikTok しようってなって、うん、でそこから TikTok 人生が始まった、ほー、それでそこからどういう風にまず考えたの、その TikTok っていうの。まずやっぱり TikTok の仕組みが全然分かってなかったんで、うん、自分全然服が好きでもないのに、うん、服を載せたり、うん、自分のちょっとおしゃれな部分を見せようと思ったり、うん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 、ちょっと面白いことをなんかみんなでしたりっていうのを載せてたんですよね、うんうんうん、まあ、案の定バズらなくて、あ、でそれでずっと考えてて、うん、でやっぱり自分が強みなのはサッカー で自分ドリブル得意だったんで、うんうん、ドリブル乗せてみようと思ったら、うん、ドラゴンステップオーバーって技があるんですよ、うん、でその技を乗せたら、うん、大バズりして、うん、あ、これだと思って、なるほど、それでどれぐらいバッと増えたりとかしたの？それで再生回数が20万ぐらいって、へー、でそれで、あ、こういうの上げていけばいいんだと思って、うん、でたまたま音源を外国版にしたんですよ、ね、うん、でそしたらなんかの技が海外まで飛んでっちゃって、うん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 、であれ海外まで飛んでいくとすごい伸び方して100万再生とかいって、フォローもすごい来るんですよね、それでこれやってなって、うん、そこでもう始めましたね、海外向けに。え、それ56万人か、はい、とかインスタいたらさ、もう DM とかもめっちゃ来るの？なんか DM は来ますね、海外日本それぞれ来て、うん、やっぱり一番嬉しいのは、うん、海外の人も日本の子供たちもそうですけど、うんうんうん、子供たちが実際に技を真似して送ってくれるんですよ。それはすごいな、こういうのできたよって送ってくれるんで、あ、じゃあ自分ももっと難しい技やってやろうかなって、なるほど、そこを自分はめちゃくちゃ楽しんでますね、やりがいにもなってますし。どんなことをなんかそのやってみたいですか、その例えば制限と何かやるみたいになったとしたら、はい、制限とやるってなったとしたら、うん、制限金沢に今須藤直樹選手って、うん、須藤直樹、はい、うん、もともと翔平高校で選手権で10番の子、うん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 、その子がめちゃくちゃ足技すごいんですよ、ね、そうなんや、はい、え、試合は出てる？試合は制限でも出てて、うん、途中出場とか出てて、うん、その子がドラゴンステップオーバーを日本でバズらせた子なんですよ、実は。そうなの、はい、え、それはその高校の時にってこと？高校の時に選手権でドラゴンステップオーバーとかして、うん、すごい有名な子で、へー、でその子がやっぱいるんで、うん、いろんな技を教えてもらったり教え合ったりっていうのはやっぱしたいなと思ってます、うん、それはやった方がいいんじゃないですか。あとは、うん、豊田選手がいるんで、おー、豊な、豊田洋平な、はい、いるんで、おー、地元の選手やからな、はい、地元の選手で、うん、コラボしてくれてありがたいな。してくれるやろ。ちょっと豊した方がええんちゃうか。本当お願いします。ねえ、はい。こういう風に盛り上げていきたい、こういう風にこれからやっていきたいみたいなことってなんかある？ショート動画って一番始めやすいと思うんです。うん、みんなが発信できるんですよ、うんうんうん。やっぱ YouTube とかなっちゃうと編集だったり撮影時間だったりってあるじゃないですか。確かに。ショート動画だったら本当に15秒で、うんうんうん、自分の携帯で撮って
取れるんで、それがあることによって、うん、大体みんなサッカーをやめてしまうとサッカー嫌いになるか、もうサッカーしないか、サッカー好きだけど発信しない側、見るだけ側になってしまうのが今までだったんですけど、なるほどなるほど、これを変えたくて、うん、サッカープロサッカー選手になれなくても、うん、動画で発信したり、うん、っていう道があるよってのを、うん、もっと伝えることで、うん、こういう発信者がもっと増えて、うん、いろんな本当にサッカーが日本サッカーがもっとレベルアップすれば、そうよ、ね、で盛り上がってくれれば、うん、僕は嬉しいです。あと本当にやっぱ海外にもそうね、はい、うん、いっぱい見てくれてる人がいるんで、確かにその方々にもやっぱり教え、うん、実際教えに行ったり、うん、ってのはやっぱしたいなと思います。はあ、ちょっとそれおばんざいでちょっと密着してもいいですかね。いや、いろいろ可能性があるね。10ヶ月目でもうバンドさんと会えてるんで、自分からすると本当にすごい TikTok ドリームやなって思って。なるほど、はい、TikTok ドリームですよ。これはいい言葉ですね。僕もやっぱサッカー界盛り上げたいみたいなのがやっぱ一番に根本にあるんで、はい、まあ、一緒に盛り上げられるように、はい、ちょっとこれからもいろいろちょっと力を貸してください。それでは、締めたいと思います、はい、せーの、おばんざーい。